どうもプロボラマスターです。今日はですね、実はフィジックスパワーエイトブルーもう一個ね、私ゲットさせていただきましたので、今日はピンアップとねピンダウンを投げ比べしていきたいなと思います。で、まあ、単に、ね、投げ比べしても面白くありませんので、せっかくですからこちらどっちがね、まあ、点数が出るのかっていうのをねちょっとね皆さんに見ていただきたいなと思います。まあ、一般的にねピンアップといえばやっぱり走っていて切れるで、ピンダウンといえばねやっぱり手前からこう、まあ、ちょっと止まってね奥は緩くなるっていうのが一般的な考え方ですけども、実際その通りになるのか、そしてね、私の体感上のことも踏まえながらね、皆さんにお話しさせていただきながら投げていきたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞしゃ頑張るぞ。はい、それではね、まあ、早速投げ比べしていきたいなと思います。まずはですね、まあ、一般的なレイアウトのね、まあ、ピンアップから、まあ、投げていきたいなと思います。まあね、新品というか、まあ、ある程度投げたんでね、ちょっとはね緩くなってしまってるんですけど、まあ、なので完全な投げ比べではないかも分かりませんけども、参考程度にはねなると思いますんで、ぜひですねご覧いただきたいなと思います。さあどうでしょうか、切れるでしょうか。お、切れますね。はい、まあいい感じですね。で、このね、まあ、ピンアップの、まあ、特徴というのが、特徴っていうんですかね、やっぱりですねレイアウトにもよるのかな、まあ、こう切れてからのこのね立ち上がり方が非常に早いんで、ポケットへにこうね鋭角に入っていくというか、まあ、あのフィジックスなんでね、こうある程度アーク状には行くんですけども、その中でもこの曲がってからポケットに直線的に行くっていうのがね、このピンアップのフィジックスの、まあ、特徴なのかなというふうに感じてます。で、こちらが、フィジックスパワーエイトブルーのピンダウンですね。まあ、曲がり方がねやっぱりね私の体感上ですけども、曲がってからポケットまでよりアーク状に行くなっていう感じがね若干してるんですよ。はい、じゃあ行きますよ。さあどうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。はい、ストライクですね。はい、まあ今のはなんかちょっと角が出たような感じはいたしましたけども、やっぱねサイドウェイトがね今回かなりね2オンス半ぐらいね、乗ってる、まあ、測りもね、まあ、正確ではないので、あの実際ね、まあ、完璧にどれぐらいなのかって言われたらちょっとね難しい部分もあるので分かんない部分はあるんですけど、確かね2オンス半ぐらい乗ってたんですよね。その影響もあってこのピンダウン結構ね奥曲がるような気はするんですけど、やっぱりねポケットまでの曲がり方がねちょっとアーク状のように感じます。さあどうでしょうか、ピンアップ。さあ天品でしたね。でね、私あのアストロフィジックス、こちらもね2球持ってるんですけど、アストロフィジックスも実はですねピンダウンの方がね私は非常に好きでした。もって言ったらちょっとね語弊があるんですけど、今回のねパワーエリートはねピンアップもめちゃめちゃ好きです。はい、アストロのピンアップはね未だにねなんかね4番ピンと天ピンがよく残るなっていうイメージイメージですよ、よくその辺は分かんないんですけど、今回のパワーエリートブルーはどうなのか、パワーエリートブルーは果たしてやっぱりピンダウンの方がポケットへの収まり方というかピンは飛ぶのかどうか、まあそれもねちょっと私としてはねちょっと楽しみだなっていう感じがします。もちろんねあの使うね時と場合にもよるんですよ。実際ねピンアップの方がやっぱり今回はピン飛ぶなっていう時もやっぱりアストロの時もあったんですけどね、ピンダウンだったらなんじゃ奥が出なさすぎて9本ばっかりやんっていう時もあったんですけど、なんでしょうね、ピンダウンの方がよりピン飛ぶなっていう時も実際あります。ウェイストライク。まあね実際この点数というかね体感上のね動きだけではわからない部分というやっぱこう点数で見えてくる部分もあるんですよ。実際ねピンアップの方が投げやすいとか、ポケットに行くなとかって言ってても10本こけなかったらやっぱりね、点数になっていかないっていう面で、このように1ゲーム投げ比べしてみるとよりそのボールのね結果的にやっぱり、まあ、結果大事ですからね、ピンダウンの方がいいやんみたいな、感じに、なる時もあるんですよ。ね、で実際というか立ち位置はね一緒です一緒。やっぱりねだいぶ昔の動画でも上げたんですけど、曲がり方というか
曲がりの大きさ、どこで曲がるかはさておいて、あのボールの最終的な到着地点自体はねそんなに変わらないんですよ。でも動きとしてはね、どこで曲がるかっていうのはやっぱり違うように感じるんですよね、はい、やっぱりなんかあのピンダウンの方が曲がってからがアーク状に曲がってるように見える。違うのかな、僕の体感上やっぱりそういう風に感じるんですけどもね。でもピンアップの方はこれ柄的な問題なのかな、まあ、皆さんにもね、いろいろご意見は求めたいなという風に思うんですけど、うん、この転がりはね、私はね正直ね柄による影響がすごくあると思ってるんですよ、はい。まあ、柄はね正直ちょっと当たり外れってちょっと語弊がありますけど、やっぱりこう私も今まで単色系のボールめちゃめちゃ転がるやんこのボールとかと思って投げてる時もありましたけど、実際ね白いテープ貼ったら全然転がってなかったりとかね、そういうのもあるんで、これはね色による見え方、そういうものが大きく影響してるんじゃないかなというふうに私はね思ってるんですよ。で、今回のパワーエリートブルー、どっちが転がってるように感じるかというと、実はねピンアップの方がめちゃめちゃ転がってるように感じます。でもこれが果たして本当にこのレイアウトによって転がってるように、なってるのか、それとも色によってね転がってるように見えるのか、まあ、その辺のね何と言うんでしょう、この違いみたいなものっていうのがあるんじゃないかなというふうにね正直思っちゃうんですよね。ピンダウンの方は正直あんまり、あ、ちょっと打ちた、転がってるように、あ、44フィートなので打ちミスも聞いちゃいましたね。あんまりこう転がってるっていう風には自分ではねそんなに感じないんですよね、はい。うん、まあそれでもね、まあ転がってるうちには入るんでしょうけどもね、まあ、やっぱりピンダウンの方すごいスコアになるな。まあ、たまたまね現時点で1回ピンアップの方が天ピン残っただけなので、最終的な点数を見てみないと正直ちょっとわからない部分はあるんですけど、うん、どうなんだろうな。ふりゃ、さあどうでしょう、ほい、やっぱね、やっぱこう曲がってから立ち上がるのがね、曲がってグッと来る時のね立ち上がり方がピンアップの方がなんか断然早いような気がするのな。それはこう手前の転がり感がやっぱすごく強いので、奥でもそう見えるのかね、それがまあコアによって、よるものなのか色によるものなのか正直定かではありませんが、私はそういうふうに感じます。対してピンダウンの方はまあずっと同じ回転量が続いていく感じ、はい、そういうふうな体感上のものを感じます。さあどうだ、ウェイ、オッケー、うん、でもね結構今は切れたように感じたな。もうこれはねひょっとしたらこうサイドウェイトがね結構乗ってるからっていうのもね、実際あると思うんですよ。以前、私の知り合いがね、他メーカーのボールではありますけども、サイド3オンスのボール投げたことあるんですけど、まあちょっと特殊なレイアウトを試したので投げたらめちゃくちゃ曲がったんですよ。 でもね当時、バランスホール開けなきゃいけないっていう開けてね調整しなきゃいけない時代でしたので、そのボールサイド乗ってる分を1まで下げるほど掘ったんですけど、だからね全然曲がんなくなったんですよね。やっぱりこうサイドウェイトによるものっていうのはすごくね、大きいと、思います、はい。なので、レイアウト自身もね、まあ、完璧に同じレイアウトが私はあると思ってる人ではなくて、やっぱり色そして、このなんというでしょう、この、まあ、静的な部分、この重さの部分っていうものの影響っていうのも必ずあると思ってるので、ね、なので全く完璧なピンダウンだからどうのこうのとかっていう
ものは正直あんまり成り立たないと思ってるんでね、まあ、そう考えるとこの動画意味ないというふうに思ってしまうんかもわかんないですけども、まあある程度の参考材料になるんじゃないかな。うい、それにしてもよくピン飛ぶな、パワーヒートブルー。何回ストライク出るのこれ。すごいやんね。えもう右向いて適当に投げてるだけですけども、なんかストライクはずっとずっとなんか知らんけど続いております。はい。自分でもちょっと不思議な感じになってますけど、はい、じゃあピンアップ、投げてまいりましょう。まあ、感じてるところはね、皆さんにお話しいたしましたけどもね。はい。あ、でもこう転がるボールっていうのはやっぱりこうボールをこうやって右に向けた時に止まってるボールが止まる安心感があるので、非常にこう右に向いて投げやすいですね、やっぱりね。なんかこうピンダウンのボール、まあ、曲がってくるんでね、すごくあサイドウェイトによるもんだと思うんだけどな、ここまでしっかり曲がってくるのは、まあ、感じるので、まあ、こう今のところなんかピンダウンのがよくピンは飛んでますけど、右向いて投げるときにはやっぱピンアップの方が非常に投げやすいような感じが今のところしてしまうのよな。どうだこれ、どうだ、失敗、いやー失敗しちゃった、いやーちょっと失敗しちゃった。もうそろそろちょっと内に入るべきやったかな。はい、今なんかちょっとリリース不安定な感じでしたね。はい、まあね、ピンダウンでもやっぱりサイドウェイト、もうちょっとね、もうちょっとおとなしくなるんですアストロとかだったら。なので結構ね、まあ膨らました時にはそんなに曲がってくる感じのボールではなくなったんですけど、とにかく同じようなポケットにずっと行くみたいなところが実は、アストロフィジクスのピンダウンにありまして、まあ、今回もね、そういうイメージになるんかなというふうに思ったんですけど、まあ、正直なところこれまあ本当もう、ね、色々っつったらね、本当にね、なんかそうやって言われたら意味ないやんその動画って言われるかもわかんないですけど、このね、この あのパワーエリートブルーのピンアップがアストロフィジクスのピンダウンみたいなイメージになっちゃってます今。不思議となんか、まあ、ちょっとイメージ違いますけどね。はい、なんかめちゃめちゃ転がるもんな。あ、やっぱりレーン遅くなってましたね。はい、やっぱりレーン遅くなってました。もうちょっとこう内側に、入っておくべきでしたね。はい、やっぱりこう立ち上がり方というか、立ち上がってポケットへのこの曲がっていき方はやっぱりあのピンアップの方が、まあ、その近いとは言いますけども、なんというんですかね、こう立ち上がりが早いのですごくこう曲がり幅的にはそんな変わんないんですけど、変わんないってちょっと変なのかな、こう角が出てるようになんか感じるんですよね。でも角が出るって言ってもこういう風に直角にこうガサンとこう曲がってるような角ではなくて、ピンに向かって角がいってるみたいな、直線的にポケットにいってるみたいなあのイメージなんですよね。はい、あの体感上は、うん、で、こちらのピンダウンの方はこうポケットに向かってやはりちょっとアーク状の方に立ち上がり方が遅いというか、そういう風に投げていてはすごく感じます。ちょっと厚めに入りましたんで、ちょっと2枚ほど中に入ります。はい、どうでしょうか。オーケー、まあ、早くもうちょっと内側に寄った方が良かったですね。もうちょっと早く内側に寄ったらね、これもうファン300いけたかも分かんないですね。まあ、それにしてもよう点数なるな、やっぱパワーエイトブルー投げやすいもんな、めちゃくちゃ投げやすいもんな、やっぱりね。インサイド入ってね、これだけ綺麗に転がって、これだけポケットへの収まり感が良くてって言ったら、このボール以外なんか投げたくなくなっちゃうもんな。それぐらいこのパワーエリートブルーの良さを感じます。はい、立つ位置同じように2枚左に寄りました。はい、行きます。さあどうだ。オッケー、よっしゃ。はい、やっぱね、
立つ位置と立つ位置というか立つ位置一緒。はい、これはでももしかするとこのパワーエディートブルー、1個目に開けた方ピンアップですけども、ある程度投げましたので、それによって動きが、まあ、若干小さくなってるっていうのもありえるかもしれないですね。やっぱりこう箱出し状態のめちゃめちゃ綺麗な状態と比べるとやっぱ目詰まりもいろいろ表面のね、劣化とかも当然、多少起こっているそうでしょうから、曲がり的にはちょっと小さくなっている可能性は大いにあります。さあどうだどうだ、よっしゃー、いやいいぞパワーエディートブルー、俺めちゃめちゃいいぞ、やっぱりすごいもん点数が。こんなことならないでしょ、だってね、2球投げ比べてるのに、もう今の1投とかも明らかになんか違い出たような気がするな、なんかこうどっちかというと絞りたくなるよな、ピンダウンの方がやっぱりなんかずっと滑らかに動いてる感じでもね、なんて言うんでしょう、もうサイドの影響なのかな、何回も言うけどまあその分なのか、やっぱりこうなんでしょう、奥に出てもね曲がってきはきますよね。はい、どうでしょう、さあどうでしょう、さあどうでしょう、またいいですね、転がり感といい、ポケットへの収まり方といい、なんかこう抜群にストライクが出るやん、これこのボールストライクばっかりやん。いやこのボールはねでも本当にいいと思いますよ。 R3S でしょ、まあね、ボールをそんなにたくさん買えない、まあ、僕らみたいにねやっぱりトーナメントプロっていうのはボールすごく必要ですしね、それは練習量もすごく多いので、なのでたくさんですけども、一般の皆様そんなにボール買えないですよね。はい、買えない中で、まあ、こういうあのカバーストック R3S、まあ、オイルにそこそこ強いというか、まあ、ある程度の強さがあって弱すぎないぐらいのボールっていうのは、まあ本当にこう使える時間帯とか使えるレーンコンディションも非常に多いんでね、なのでやっぱりこうそんなに買えない人たちもぜひお求めいただきたいボールですね。でこのボールがねやっぱり劣化とともにね曲がんなくなってくる、それはね、まあ、消耗品ですからもうそれは仕方ないんですけど、ですけど、まあ、あのコアの強さはね、まあ、ずっとね、元気に残ってますから、やっぱりねあの長く使っていただけるボールなのではないかなと。ピントがやっぱりフィジックスね、いつまで経ってもやっぱ劣らないですよ、まあ、そういうところは非常に、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあパワーエディートブルー、ピンアップとピンダウンの投げ比べの感想になってるのか分かんないですけど、最初の方にちょっとねお話しさせていただいた通りです、ちょっとね厚め入ってきましたのでちょっとだけまた1枚中入りたいと思います。はい、行きます。さあどうだどうだどうだ、おお、いやちょっと出しきれんだったけど、あれも飛んじゃうんだ、あれもまあ、結果的にでもピンダウンの方が勝っちゃったな。この点数の違いを、まあ、果たしてどう判断するのかっていうのもね、まあ、非常に、大事なのかなというふうにも思いますね。さあどうでしょうか、さあそのまま続けられるのか、ちょっと内側でしたね。はい、もうちょっと丁寧に転がしていきましょう。さあどうだ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 、うん、まあ、曲がり方アーク状のように見えるな、ピンアップよりも立ち上がり方がこうちょっとこうゆっくり、今のピンアップの方がやっぱりこう曲がってからやっぱりこうポケットに行くのに何ですかね、立ち上がり方がやっぱり早いような気がする。その分2フレに天秤になっちゃったのかな。はい、じゃあちょっともうちょい内側に寄りましょう。はい、じゃあ行きますよ。さあどうでしょう、いいんじゃない、おー、ちょっと軸入れすぎましたがね。はい、ということで、ピンアップとピンダウン、投げ比べいたしましたけども、なんと257対274、うん、
圧巻のスコアですね。ちょっと自分でもびっくりですけども、この2球投げ比べさせていただきましたけど、ずっと喋ってたのでね、まとめる必要もないかも分かりませんけども、やっぱりね、使用感も多少あるからか分かんないですけども、曲がりの大きさ的には最終的なポケットへの到達の、部分においてはそんなに正直さほど変わらなかったですね。で、これは色合いによるものなのかレイアウトによるものなのか分かりませんが、ピンアップの方が、非常に手前からの転がり感を感じて、で、奥の立ち上がりは早いなので、ちょっとこう切れを感じると、で切れてね、こう直線的にこうポケットに向かうイメージになるので、右に向いて投げていくときはね、正直ピンアップの方が今のところは投げやすかったんですけどね、ピンダウンの方がどっちかというと、滑らかにポケットに寄っていくというような感じがいたしますので、絞るラインとか、そういったラインの時に個人的には使いたいなと、でもね、同じようなラインをずっと投げてこれだけ点数が高く出てしまってますので、私の考えはちょっと間違いなのかもしれません。はい、その辺はね、また今後検討して、私も、試合で使えるようにね、工夫してやっていきたいなというふうに思うんですけども、今回のピンダウン、サイドウェイトがね、2オンス半ぐらい乗っているというところも、皆さんには注意していただいて、サイドが結構乗るとボールはね、曲がりやすいというね、私の経験則によるものもやっぱりありますので、そういった部分も加味されて、やっぱりこう奥に出た時にしっかり戻ってくるっていうのもあったのかも分かりません。大きく違いやっぱり感じたのは、やっぱ奥の立ち上がりの、ピンへの寄っていき方っていうのが体感上は違ったというところですね。私こうやって投げながら喋ってますけども、やっぱりこう映像を見返すとやっぱりね、ちょっと違ったかなっていうところもやっぱりあるので、皆さんも、私の言葉、100% 鵜呑みにするのではなくてね、ご自分で、ご覧いただいて、また考えていただくと、いったところも、非常に大事ではないかなというふうに思いますので、ぜひですね、参考の、動画にしていただけたらいいかなというふうに思います。はい、それでは今回も良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。点数にはちょっとびっくりだぞ。